はい、こんにちは、トライトです、はい。まあ、最近の、ね、話題をちょっと話していこうかなというので、まあ、マスクの着用について、うん、まあ、これはでも絶対さ言われるとは思ったよ、うんうん、つけない人いるでしょ。いるいるいる。だからなんでつけないんだろうなとかっていうのあるけど、まあ、あのね、最近で言えば共通テストで7回、ね、うん、注意を受けて不正行為だというのでさ、外に出されたってなったけど、まあ、その人の言い分を聞くと、まあ、結構年齢も上なんだよね、40いくつで。噂だと塾講師だっていう噂もあってさ、で言ってる指示に従いたくなかったとかっていうふうに言ってるけど、まあ、ね、よくいろいろあるじゃん、マスクをつけたがらない人の言い分とかさ、いろいろ言うじゃん。で、まあ、飛行機とかもそうだしさ、スーパーとかでもそうだけどさ、あの店員はもう絶対に着用義務付けをさ、一応は注意したりするわけじゃない、スーパーとかで言えば。そうだね。で、注意されて何もこうね、反抗とかをするような人って何なんだろうなって思っちゃうわけ。だからもうだって、ある意味そのスーパーに来てもらって買い物してもらってる大事なお客さんかもしれないけども、あの権利はね、あのルールを決める権利は店側にあるわけだし、でもっと言えば飛行機とかさっていうのは機長に全権利がさ行くわけで、で、あ、なっちゃったね。で、権利があるわけで、やっぱりその指示に従わなかったらやっぱり法的にもさ、やっぱりいけないわけじゃん。特に飛行機なんてね、空のあれだから結構法律的にも厳しい部分があるから機長に従わなきゃいけないとか、船もそうかもしれないけど、船長に従わなきゃいけないっていうようなものがあるから、だから絶対なんだよね。だからそこでああだこうだって言ってる時点でもう、間違いなわけよ、基本的にはね。で、まあ、そうやって面白がってやるんだったらもう外の全く関係ない道端でやってくれって思うわけ。道端だったら別にしてようがしないが、まあ、自由なわけじゃん。でそこで注意するのも、まあ、モラルとしてどうかっていうあれだけど、まあ、モラルを除いてね、注意を、ね、したことに対して反論できるのはせいぜいその、ね、外とか自分家とかの中だったら、まあ、反論はしていいかなと思うけども、なんかそれ以外の場所でなんか文句言うとかっていうのはもう畑違いというかさ、もう場違いなことをやってるんだよってさ、常識的にも考えてさ、だから必ずその統計学的に見るとそういう人ってでも必ず出るよね。そう、いるいる、一部いる、ね、うん、だからその一部なんだろうね。そうそうそう、まあ、変人、そうそう、昔で言えば簡単に変人って言われてた。そうそうそう、扱いを受けてた人たち。だからあえてその人がいないとこでは逆にやらないだと思うよ、そういう人は、まあね、人がいるとこでやるんだよ。そうそうそう、いるじゃんそういう、目立ちたがりじゃないけどさ、ちょっと気違いみたいなさ、まあね、だからそういうのもあるから、まあ、言ってしまえばなんかね、絡まれっていうか注意されるのがうぜえなとかって思うんだったらマスクしろよと思うんだよね。マスク してれば言われないわけだからさ、って思うんだよな。ああだこうだ言われてめんどくせえなとかっていうふうになんか言ってるような人は、もうそもそも考えが間違いですよと、あとは何のためにするのか、そしてそのマスクをしないことで、じゃあどういうことになったかっていうのを経験すれば、もう顔面蒼白でマスクするだろうね。まあそういうふうにね、まあ、自分でそうなっちゃうなって思っちゃうけど、まあまあ交通事故と一緒じゃん。そう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 、自分が起こしてもいいよって、ね、まあそんな感じでね、マスク論争とかもねいろいろあるけども、ね、少数派にこうクローズアップしちゃうから、そう、やっぱりよりいけないっていうのはあるよね。だからそもそもだからそういうのは取り上げなければ、そいつらは別にどうでもいい変人だって言われて終わるだけだからさ、まあ残念な人ですっていう話だよね。残念だね、はい、します、マスクしましょう、はい、ね、じゃあ終わりにします、はい。